皆様こんにちは、京香です。本日はちょっと一人暮らし初めてのカレーを作っている動画をお見せしたいなと思います。久しぶりにカレーを作ってます。箱の裏のレシピを見ながら目分量でお料理を進めてましたが、まさかの料理の時間は量によって変わると忘れて、玉ねぎが徐々に焦げていきました。完全に焦げカレーになってしまいました。とりあえずアクを取ろうとしながらも、なるべく焦げた玉ねぎを取ろうと必死でしたもちろん焦げてない玉ねぎはなるべく残そうとしてました。結構必死でした。書かれた通り20分沸騰した後、ちょっと混ぜて様子を見ました。やっぱり焦げてますね必死です。カレーは一人分なので、ルーは少なめに入れて混ぜました。お米が炊きました。お米を注いで、出来上がり。以上、カレーでした。皆様ご視聴いただきありがとうございます。もしいいねと思ったら、いいねしてくださいね。もっと見たいと思ったら、登録ボタンを押してね。あ、全然美味しいじゃん。あ、全然いける。